タートです。各ウマ娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。日本ブルボンとエアグルーヴ、この2人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。1番人気キンボリルドゥーフ、ミホノブルボン、快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのはミホノブルボン。このままリードすることができるか。1コーナーから2コーナーへ向かう。先頭はミホノブルボン、安心で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのはイエモオペラオ、その内並んでキンボリルドゥーフ、内から内からエアグルーヴ、少し後ろから5番外を通りまして7番1番続いている。3馬身離れて東海帝王、2馬身3馬身開いて目白ライン、1馬身離れて2番向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ11馬身、順位を振り返っていきます。先頭は相変わらずミホノブルボン、続いてエアグルーヴ、3番手キンボリルドルフ、外目をついてテイリモーペラオ、5番追走、さらには7番内には1番、少し離れて東海帝王、1馬身離れてメジロライアン、2馬身離れて2番後方2番手に12番10番現在シンガリラエアグルー、先頭を進みますがこれは正解でしょうか。ちょっと下がり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが、現在1番手は